まいみまい、みーです。はい、私は今小豆島にいます。イエーイ。はい、前回からの動画を見てくださってる方は分かると思うんですけれども、私は今お盆ということで東京から岡山までフェリーで帰省しようということでね、東京から岡山までフェリーで縦断しているっていう企画を行っています。ということでね、私は前々回の動画で小豆島に到着したということで、昨日と今日は小豆島に一泊してキャンプをしてきました。今日の朝までね、めちゃめちゃ土砂降りで大雨の中キャンプをして本当に最悪って感じなんですけれども、今はやっと天気が晴れて雨もやみましたということで、今からなんと岡山までのラストのフェリーに乗っていきたいと思います。はい、東京を立って岡山に着くためになんと5日間もかかりました。フェリーで東京から岡山まで行くのには5日間かかりましたね。でも私は小豆島に1泊したので正確には4日です。4日間かけて私は東京から岡山まで帰省しているっていう感じなんですけれども、最後のフェリーはなんとじゃーん、このフェリーです。オリンピアドリームセトというフェリーに乗って小豆島から岡山に帰省したいと思います。私はね、実家が岡山だったので実家暮らしの時はよく小豆島に遊びに来ていたんですけれども、その時にねよく乗っていたこのオリンピアで初めて撮影をしますということで楽しみです。オリンピアっていうのもあってね、このなんかオリーブの葉でできたこういう輪っかの記念物がありますね。ということで今からあのフェリーに乗っていきたいと思います。本当にさ、今日の朝まで土砂降りで、しかもキャンプ場にあったシャワーでとりあえず髪の毛とか顔とか体を洗って、ドライヤーとかもなかったのでもう髪の毛もギシギシだし、メイクもちゃんとしたところでできなくてちょっと体のコンディション的に最悪なんですけれども、ラストのフェリーということで頑張っていきたいと思います。もう暑すぎてね、こんな格好してないと本当に熱中症で倒れそうなぐらい暑いです。蒸し暑い本当に。ということでね、小豆島はオリーブが有名ということで至る所にねこのオリーブの木が植え付けてあります。はい、ということでラストのフェリー、現在の時刻は1時45分なんですけれども、次のフェリーは14時2時発なのであと15分したら乗船できるということで、乗船口に今から向かいたいと思います。あと最後おまけとして、私が今日小豆島で食べたものとか、小豆島に来たらここで絶対にご飯を食べてくださいっていうおすすめスポットもおまけ動画で紹介してるので、最後まで動画楽しんで見てみてください。ということで最後のフェリー楽しみまーす。はい、ということでね、私は今土野商工というところにいるんですけれども、小豆島には何個かフェリー乗り場があります。で、岡山行きのフェリーはこの土野商工というところから出発するんですけれども、とりあえずここで新しくできたフェリー乗船案内所でとりあえず切符を買っていきたいと思います。そして目の前にはまた新しくできたお土産センターというものが創設されたらしくて、ちょっと初めて行くので中に入っていきたいと思います。こんな感じで小豆島のご当地グルメがたくさん売ってあります。やっぱり小豆島といえばオリーブなので、オリーブのブランドのお茶とか、あとはそうめんとかも有名ですね。あとはこの私の一押しのおすすめそうめん、島の光、これは本当に美味しいので食べてほしいです。今日のおまけ動画でも出るんですけれども、この島の光本当に美味しいそうめん屋さんがあるので紹介しますね。ということでお土産屋さんはこんな感じです。とりあえずね、あと10分で乗船しないといけないので乗船口に向かいたいと思います。私はさっきまでねここのエリア使用していました。ということで急いで乗船口に向かいたいと思います。待って、ごめんなさい、私さっき全然違うフェリーを見てこれに乗りますとか言ってたんですけれども、間違えてました。じゃーん、私が乗るフェリーはこっちでした。オリンピアドリームセト岡山行きです。これはもう小豆島と岡山をつなぐ専用のフェリーなんですかね。岡山ってあそこに書いてあります。ということで今からこのフェリーになります。違うフェリーを紹介しちゃってました、すいません。おっちゃねー。ということでとりあえず乗船していきたいと思います。岡山行き14時、こっから入っていくのかな、こっから入っていいのかな。はい、ということでギリギリ乗り込めました。ということで小豆島を出港しました。小豆島バイバーイ。すごい、毎日いろんなフェリーが出ているんですね、この小豆島からは。わーすごい、めっちゃ綺麗。待って、このフェリーめちゃめちゃ新しい匂いがする。新造船なのかな。すごい、よかった雨降ってなくて。めちゃめちゃ穏やかです。瀬戸内海はめちゃめちゃ穏やかですよね。本当にマジでめちゃめちゃいい気候です。ということで今から船内がどんな感じなのかちょっと説明していきたいと思います。すごい、ここにもオリンピアドリームセットって書いてあります。すごい、どっから入ったらいいんだろう、ちょっとどっから入ったらいいんだろう。とりあえずこっから入ってみます。すごい、このフェリーにもちゃんと部屋のランクが分けられてるらしい。二等客室とかサロン客室、すごい、そんなんあったの初めて知ったんだけど。現在地はここで、とりあえずここら辺から中の様子を説明していきたいと思います。それでは入ります。人いっぱいいるかな。
まずここにはキッズクラブがありますね。そしてここにはお手洗いです。めちゃめちゃお手洗い綺麗なんだけど、やばい、見て、なんか温泉みたいじゃない？めっちゃ温泉みたいなんだけど、じゃーん、お手洗いはこんな感じです。すごい、めっちゃ可愛い。あ、岡山で有名な路面電車チャギントン有名ですよね。めちゃめちゃ可愛い絵がある。ここにもある、可愛い。そしてトイレを出たらこんな感じで座るための椅子がたくさんあります。ここにはオリンピアストアって言ってね、軽食が売ってるのかな。ここには自販機もあります。すごい、チャギントンのおもちゃがいっぱい売ってある。待って、あやたかあるんだけど、あやたか。そしてこっちはこんな感じ、至ってシンプルですね。こういうちょっと豪華な椅子があって、机と椅子がある場所や椅子だけの場所で、先頭がこっちになりますね。すごい、めちゃめちゃ豪華。座席の柄がめちゃめちゃ可愛いです。ということでね、一周してしまいました。そしてオリンピアのショップはこんな感じで、ちょっとしたお土産コーナーがありますね。ということで船内探検は終了してしまいました。すごい、新造船っていうのもあるし、めちゃめちゃ中が豪華な作りになっていて、椅子とかもめっちゃ座りやすそうです。後で座ってみます。それではちょっとデッキにやってきました。すごい、待って、やばいんだけど、ここのデッキ見てください。じゃーん、一番上のデッキはこんな感じです。めっちゃ可愛くない？ここのデッキ、待って、ここで赤ちゃんとかが遊べる小さい家があったりとか、あとはここにはブランコがあります。すごくない？ブランコ、ちょっとめっちゃテンション上がるんだけど、やばい、待って、このブランコめちゃめちゃカクカクするんだけど、やっぱブランコで漕ぎすぎて海に落ちないようにめちゃめちゃストッパーがかかってるブランコなんですけれども、やばい、これ船の上でブランコ乗ったの初めてなんだけど、あ、それは嘘、それは嘘だけど、動画上でフェリーでブランコに乗ったのは初めてですよね。やばい、久しぶりに乗ったからめっちゃテンション上がる。ここも可愛くない？しかもここには滑り台もあるよ。滑り台今できるのかな。滑り台がしたくなったので一番上にやってきました。一番上のデッキはこんな感じです。すごい、一番前の正面の一番上のデッキには船長になった気分になれるエリアがありますね。この椅子めっちゃ可愛いんだけど、やばい、待って、めっちゃ可愛い。めっちゃ見られる、恥ずかしい。逃げろ、やばい、待って、ここから滑り台できるかも。ここもさ、今はちょっと使えないみたいなんですけれども、めちゃめちゃ楽しめるような作りになってますね。ということで滑り台を滑っていきたいと思います。やばい、待って、滑り台めっちゃ濡れてるかもしれない、雨降ってたから。せーの、いやお尻冷た、めっちゃ滑り台の掃除しちゃったんだけど待って、やばすぎる。これ子供が遊ぶところでさ、こんな成人の女が一人ではしゃいでたらやばいよね。ということで船内探検は終了でーす。この船めっちゃ楽しめるね、本当にやばい。はい、ということで皆さん、キッチしか入れない場所に入れました。ということでここで昼酒をしていきたいと思います。見てください、朝日スーパードライ。それでは皆様小豆島を立ったということで乾杯。あー、うまー。ちゃんとね、キッズが来た時には変わろうと思います。このデッキにはまだ一人もキッズがいないので、ちょっと私がお邪魔させていただいてるんですけれども、やばいんだけど、ここめっちゃ可愛い。見て、この黒猫、そしてこのちっちゃい椅子、めちゃめちゃ可愛いんだけど、こんなところにじゃーん、朝日スーパードライ、めちゃめちゃいい眺めですね。そしてこの中から海が見えるんです。めっちゃ最高じゃない、ここのキッズの遊び場所。こっからね、イチャイチャカップルが目の前にいるところを盗撮できちゃいそうですね。あー、やっと岡山帰れる。もうさ、最初の動画でも言ったんだけど、本当はね、東京から岡山まで新幹線で3時間ぐらいで帰れるんです。3時間半かけたら岡山に帰ることができるんですけれども、やっぱこういう旅系 YouTuber を始めてしまうと、普通に撮影もしないのに移動するのがなんかもったいないっていう考えになっちゃうの。これがいわゆる職業病ってやつってね、思いながら、普通に新幹線で帰るのはもったいないな、岡山まで特殊な移動手段で帰省することできないかなっていろいろ考えた結果、私はフェリーで縦断してね、東京から福岡から神戸から小豆島から岡山っていうね、4日間かけて岡山に帰省するっていう企画、成功しそうですね。それでは成功祝して乾杯。あー、うんまー。なんか見てほしいの、じゃーん、小豆島は醤油の島って言われていて、醤油にまつわるお菓子とか食べ物がたくさんあるんですけれども、じゃん、マルキンっていうめちゃめちゃ小豆島で有名な醤油
まみにこれを食べていきたいと思います。私さ、この片揚げせんべい本当に好きなんだよね。乾杯。真っ赤。なんかこのせんべいはスーパーとかでよく売ってる甘いさ、こういう片揚げせんべいあるじゃん。甘くはないの。ほんのりめちゃめちゃほんのり甘いんだけど、甘くはなくて本当に醤油が使われてるんだなって感じさせてくれるようなせんべいです。あーまーはー、発酵やばい、出るのにも一苦労なんだけど。これやっと出れた。抜けれなかったらどうしようって思った。待って、無理、疲れた。フェリーに乗ってるだけなのに疲れた。でも見てください、こっからの景色はめちゃめちゃ最高なんです。あー、よかった、雨じゃなくて。雨だったら本当にさ、デッキでこうやって遊ぶことができなかったって考えたら本当に晴れてよかったなって思います。はい、ということで、さすがにさっきのところにずっといたら本当に不審者だと思われるので、デッキにある普通のこういう机と椅子があるところにやってきました。やばい、ビールラスト、マジでビール進む。乾杯。あー、うまかった。最高だ、昼から最高。でも湿気がやばすぎてもうベットベトなんだけど本当に。ということで、じゃーん、2巻目でーす。見て、やっぱり小豆島といえばオリーブ、オリーブの発泡酒でーす。しかも見て、スパークリングオリーブ発泡酒だって、すごくない？それでは皆様、小豆島の良さを私は伝えてることができているでしょうか。乾杯。ん？待って待って、やばい、めっめっちゃうまい、めっちゃオリーブ風味がする。てかオリーブの味がするんだけど、え、おいしい。あー、最高だ。昼からこんなにビールを飲むことができて最高だ。あ、ていうかめっちゃ大事なこと言い忘れてたんですけれども、このフェリーは1時間10分です。小豆島から岡山は1時間10分のフェリー旅となっているので、めちゃめちゃ短いんですよ。だから私はいつも岡山から小豆島に行くこのフェリーに乗るときはいつもデッキにいます。1時間丸々デッキにいることが多いです。下は結構もう本当に定食を食べたりとか、あとは寝ている方、疲れている方が多いので、私は本当にうるさくしたいときは上にいます。友達と来るときとかそうしていますね。ていうかこんなにデッキが充実してるフェリー多分ないと思う。すごくない？私も何回かこのフェリー乗ったことあるけど、こんなに滑り台もあったりとか、あんな小屋があったりとかあるフェリーは乗ったことなくて、これは新造船なのかな。めちゃめちゃ綺麗です。でも私が前乗ったこのオリンピアっていうこのフェリーはメリーゴーランドがあったことがある。去年の1月とかに小学校の友達と来たんですけれども、その時はメリーゴーランドがあって、メリーゴーランドに乗って1時間過ごしてました。乾杯。あー、最高。やばい、あと15分で下船だって。早すぎるんだけど。永遠にデッキにいる。でもさ、このフェリーに乗ったらデッキにいるしかないよね。みんななんで下にいるんだろう。まあ疲れてるんだよね。小豆島から岡山に行くってことは、小豆島で思う存分遊んで岡山に帰るってことだもんね。乾杯。あー、やばい、めちゃめちゃこれ癖の強いビールなんだけど、マジで癖になる。癖になっちゃうよ。ふぅマジでテンションやばいんだけど。お前も静かに下でゆっくり休めって感じだよね。ていうかさ、聞いて、私ね、このフェリーに乗るときいつもカッパエビセン持ち歩くんです。カッパエビセンを絶対に持ってこのフェリーに乗るんですけど、いつもね、ここのデッキからカモメが見えるので、カモメがこうやって近くまで船に寄ってきて、でその時にカッパエビセンをこう手で上げるっていうのがこの船の醍醐味だったんですけれども、この時期カモメがいない時期なのか知らないけどさ、カモメ1匹もいませんでした。なのでこのカッパエビセンの出番はありませんでしたね。去年の1月冬に来た時はめちゃめちゃカモメがいて、あの私その時友達とふざけて口にカッパエビセンを加えて口渡し、カモメにカッパエビセンを口渡しするっていうのをずーっとやって1時間過ごしてましたね。はい、そんな感じで私のね、高校生の時までね、夏休みとか冬休みとかゴールデンウィークによく乗っていたフェリーを皆さんにこうやって紹介することができてとってもハッピーでーす。それではあと10分で下船なので、とりあえずおとなしく下に皆さんと一緒に静かに下船時間まで待ちたいと思います。乾杯。暇。はい、ということで下船しました。じゃーん、私が乗っていたオリンピアドリームセットです。すごい、今から折り返しで小豆島に行くみたいです。ということで新岡山港に到着したんですけれども、岡山港はこんな感じでとってもこじんまりとしたフェリーターミナルです。ということで皆さん、ついに私岡山に帰省することができました。
最初はね、東京からの一発目のフェリーが台風によって欠航になり、もうどうしようっていうところから始まり、飛行機でなんとか福岡に行き、福岡から神戸、神戸から小豆島、小豆島から岡山っていうね、めちゃめちゃ遠回りして、今回お盆の岡山帰省達成したということになります。あー、岡山に帰ってくるのにこんなに時間をかけたのは初めてです。やっぱり岡山の空気を吸うとめちゃめちゃ落ち着きます、心なしか。はい、ということでね、私は無事に岡山に帰省できたということで、実家はちょっとここのフェリーターミナルからは少し遠いので、ここから専用のシャトルバスが出ているので、そのバスに乗って実家まで帰りたいと思います。それでは皆さん、本日の動画はここまでです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どんぶらーここ、次の新しい企画も楽しみにしておいてください。ということで、とりあえず岡山の帰省楽しみたいと思います。皆さんも良いお盆をお過ごしください。この動画が出てる時はお盆とっくに過ぎてるんですけれども、皆さんお盆、いいお盆過ごせましたか。ということで、楽しんできます。バイバーイ。涼しい。はい、ということでね、私は今小豆島ふるさと村のここにいます。お腹空きすぎたので、とりあえず見てください、手打ちそうめん館にやってきました。そうめん食べよう、そうめん。はい、ということで頼みました。見てください、じゃーん、めちゃめちゃ美味しそうじゃない。このそうめんは後ろにあるように島の光っていう種類のそうめんです。いつもね、私は小豆島に来たら絶対にそうめんを食べるんですけど、本当に美味しいの。ということで、いただきます。ちょっと店内が静かなので静かめに喋ります。やばい、美味しそう。最高。ちなみに、なんで小豆島がそうめん有名かというと、小麦の栽培に適した気候や瀬戸内海の塩、そうめん作りに必要なごま油が豊富に取れるなど、そうめん作りに最適な気候風土があります。ということでね、小豆島はそうめんが有名らしいです。やばい、本当に美味しい。なんかちょっと普通のそうめんより固めんで、めちゃめちゃ美味しい。私はネギちょっとだけ苦手なんですけど、大人なので薬味を入れてそうめんを味わいたいと思います。やばい。これはちなみにおまけ動画となっているんですけれども、最後のね、岡山に行くまでのフェリーのおまけ動画となっていると思います。さすがにさ、小豆島来て私いろんな食べたいものがあって、それを撮影しないわけにはいかないじゃんって思ったので、おまけ動画としてつけてみました。この後もね、何軒かご当地グルメ回るので、おまけ動画も楽しんでみてくださいね。私昔から岡山に住んでるので、家族で小豆島に小旅行みたいな感じで来ることが多かったんですけど、私のおすすめスポットとかグルメをこの後ちょっとだけね紹介するので、ぜひね、小豆島に来た方は行ってみてほしいです。てか小豆島ね、小旅行で来るのにめちゃめちゃおすすめだと思う。ごちそうさまでした。見て、小豆島はやっぱりね、オリーブが有名だから、オリーブの木が至る所にあります。ちょっとそうめんで少しお腹いっぱいになったんですけれども、次は甘いものが食べたくなったので、私一押しのデザート屋さんに行きたいと思います。間に合うかな、あと15分で閉まっちゃうの。はい、ということで到着。見てください、じゃーん、ここはマルキン醤油記念館というところです。すごい、あそこに樽がある。ということで、このマルキン醤油記念館の隣にある醤油ソフトクリームっていうのがあって、これめちゃめちゃ美味しいのね。なので今日も食べていきたいと思います。じゃん、ここのお店です。買ってきます。見て、じゃーん、買ってきました、醤油ソフトクリーム。すごくない？これ食べたことある人いますか？この色。いただきます。やばっ、うまっ。待って、めちゃめちゃ醤油の味するんだけど、甘い醤油。もうこれは食べた人にしか分かんない。めっちゃ醤油風味するんだけど美味しい。なんか醤油アイスクリームって聞いてさ、え、美味しくなさそうって思うじゃないですか。本当に美味しい。私変わった味とかあんま好きじゃないんだけど、これは本当に美味しい。やばい、溶けちゃう溶けちゃう。ていうかさ、ここね、着いた途端に醤油の匂いがやばいの。本当にこの匂いを嗅ぎながらソフトクリームを食べるのが本当に最高です。ということで、ちょっと溶けるので食べます。はい、ということで次はどこに来たでしょうか。私が毎回来てるジェラート屋さんがあるんです。さっき醤油ソフトクリーム食べたばっかりなんですけれども、あれじゃお腹いっぱいにならないので、じゃん、見てください、ここのみのりというジェラート屋さん。これ本当におすすめなので、ここは来てほしいです。じゃーん、私はいつもこの470円の2種類盛りを頼むので、今回は何にしようかな、ちょっと選んできます。はい、ということで頼んできました。やばい、めっちゃ溶ける。本当に今日暑すぎてアイスが一瞬で溶ける。ちょっととりあえずいただきます。うまー、やっぱピスタチオは私毎回頼むんですけど、本当に美味しい。でこっちは黒ごま豆乳にしました。やばい、最高。
うまっ。ちなみに目の前の景色はじゃーん、こんな感じで瀬戸内海を見ながらアイスが食べられます。やばい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 、めっちゃ溶ける、やばい。うまっ。ここのジェラート屋さんは本当に美味しいの。オリーブアイスとか醤油アイスも食べられるんですけど、私はねお子ちゃまなのでこういうのが大好きなんです。ということでやばいから一旦食べます。やばい観光客の方がねめっちゃいる、観光客の方がめっちゃいて、店内でも食べれるんですけど店内はちょっと人が多すぎたので外で食べてます。とりあえず食べます。はい、ということでね、昨日も来たんですけれどもちょっと時系列がバラバラになっちゃってるんですけれども、昨日もここの醤油のマルキン醤油記念館という醤油の工場の隣にある醤油のソフトクリームが売っている場所にやってきました。ちょっと本当に時系列がバラバラになっちゃって、昨日も来たとか言って昨日って何って感じなんですけれども、昨日も来ました。ということで今日は2日連続醤油ソフトクリームを食べたくなったので醤油ソフトクリームを食べていきたいと思います。デザートデザート、はい、ということで買ってきました。やばい、これね本当に外が暑すぎてすぐ溶けてしまいます。とりあえずいただきます。うまー、やばい、本当にこれハマるの、2日連続食べたくなるほどハマるの。うまやばすぎる、本当に美味しい。小豆島に来たら、小豆島はちなみに醤油と佃煮の町って言われていて、知らない方多いと思うんですけれども醤油と佃煮の町だから醤油にまつわる食べ物とかスイーツが多いんですよ。だから皆さんもぜひ小豆島に来たら食べてみてくださいね。ちなみにこれは1つ300円です。300円、やばい、とりあえず食べていきたいと思います。うまー。